函館市北方民族資料館は、北海道函館市末広町にある博物館である。旧日本銀行函館支店を改装した施設で、アイヌやウィルタほか、北方民族の衣装や生活用品などを展示している。建物は1926年に日本銀行函館支店として建てられ、1988年まで使用されたものである。これを改装し、 1989年11月に、私立函館博物館の所蔵民族資料及び、石川卓木関連資料を展示する、函館市北方民族、石川卓木資料館として開館した。その後、1993年の函館市文学館の開館に伴い石川卓木関連資料を同館に、移管。同年4月に、現在の函館市北方民族資料館として、 リニューアルオープンした。館内では展示のほかむっくりの制作、演奏や北方民族文様の切り紙細工の体験講座を開催している。1879年から1886年に開拓史などに収集されたもの。開拓史函館司書仮博物場で展示されていたが、同施設が1891年に北海道町立函館商業学校の展示場となると、 アイヌ資料も同行に遺憾。その後、商業学校が廃止され資料が北海道町立函館人情中学校に移り教材として使用された。1956年に私立函館博物館に帰宅された。函館出身の考古学研究家馬場ババ治ムが収集したコレクション。アイヌの生活用具コレクションとして1959年に 国重要有形民族文化財に指定されている。1971年に函館市へ寄贈。北海道大学名誉教授だった小玉作材門が収集したコレクション。1980年に函館市へ帰宅。1998年に寄贈された。ありがとうございます。